ミノクリチャンネル、トンネルツールーム LDX アテナ、こちらで、過ごしたいと思います。はい、ちょっとこれからいろいろ作っていきますか。はい、これこの辺からにしようかな。一応ですね、はい、このような仕立てになっております。よし、じゃあよし、こっから作っていこう。さて、我々の過ごす場所がこうなりまして、やりましょう。そしてホオズキさんもね、ホオズキここわすげえわかる。これでもやっぱスノーピークだと高さ的にすげえちょうどいいっすね。そうなんですよ、これ素晴らしい。そうなんですよ、高さね、いいな。これも買おうかな、スノーピークです。いいよ、スノーピークです。ちょうどいいっすよ、ね、そうなん、30センチと40センチの高さ、ね、最高なんですよ。え、これいくらなんですか。2万円バカ違う、1万7000円。いや、似たようなもんだ、それも2万円でいいよ1万7000円はもうほぼ2万円だよ確かにファケー、舐めてた俺、1万円くれだろうなって思ってた確かね、1万7000円くらいだったと思うすげえ1万7000円くらいじゃない、多分税込もっと高いのあんだから、もう。え、椅子で、椅子で2万円あるから、もうそれのローチェア、そうそう、あるある。もちろんローチェアと。それと同じ高さで、それ背もたれが長いんだけど、ちょい短いやつがあるの。はい、で、それは、ここアルミが塗ってあるやつで、はい、もうちょいなんかこう、良さげなやつなんだけど、それはね、2万円だった気がするな。2万円だった気がするな。これコルバビア。しょ。これが便利ですね。そうなんですよ、これが便利です。で、あるんだ。ごめん、それはね、ポケットがあった。なくしたと思ったぜ、おい。これスノーピークはこういうとこが憎い。これを入れる。このね、なくすんだよ、これ。これ。これが、ポッケにしまってたの忘れた。ポッケあるんだ、これ。これをね。なるほどね。俺も今一緒になってこう。いやいやいや、探すふりしたけどさ。いやー、わかんないな。そういうためのふりか。いやいやいや。内ポケットがついてるってふりか。内ポケットついてる。いや、俺なくしちゃったと思ったもん。いや、今のも全部もう自作自演だな、今のは。なくしちゃったと思ったわ。天才だな、今のは。あったわ、すげえいいわ。あ、このね、ボンベを引っ掛けるね、鉄の一枚のね、薄い板なんですけどこれなくした、落としたと思った、やっちゃったと思った。やっぱちゃんとポッケに入れてた、俺。いや、すげえショックだったんだ、実は今。ああ、なくしたんだと思って。いやいやいや、もういいっすよ、自作自演。いやいやいや、本当に超ビビった俺。でもそういう、例えば細々したパーツ1個あるじゃないですか。はいはいはい。それなくなった場合も、スノーピックさんって、多分ね、売ってくれるんじゃないですか。だからそのね、そうですね、それだけで。そうそう、その単品だけとかね。それがいいですよね。それすごいよ。それはすごい。だからね、スノーピークはいいんだよな、すごい安心だよな。しかも本社だからね。ここですよね。ここ池あるわけでしょ。いやー、ベリカーのちっちゃい板1個なくしたーと思って。なんでこんなでかい袋にあれ入れていたら落ちるよなー。落ちると思ったら、ポッケついてた、ここマジックテープのー。いやー、マジこれなくして帰りって、あの板1枚2万とかあるな。いや、でも面白かった。
板1枚2万もしたとか言って危ねえこれ板2万もしたんやとか言ってすげえびっくりだぜこれね今日ね中ちゃんね、はい、今日はあんまりあのご飯はあのあまりあまりですあのあまり前回みたいに前回だってもう、はい、前回はねやりすぎなんですよ前回みたいにしません今回は7時間っす今回はもう米炊くだけです俺もうゴールが見えなかった前回今回は本当にで明日の朝ももう言っとくけどカップラーメンですもんあもうどうも、はい、もうねいい今回は飯は重点置いてませんので、はい、あのただこうちょっと楽しみに楽しみに来たねっていうぐらいの感じです。はい、あーなんか違うな。違うかい。違う。いや違うなきゃ困るんだよ。張りがねえもんな。いやでもねやっぱね長くずっと座ってるじゃんあの焚き火やったり。はい、そしたら。わ違うな。やっぱなそれ買いなよ。なんかじゃん。思ったより違ったな、こんな違ったんか違うんだよ、もう悪いな、俺だけいい椅子座っちゃってなだって前回俺これ座ってないですけど、今初めて座りましたけどうん全然違うでしょいいな全然違うでしょてかなんか、いいな全然違うでしょいや、思った以上に違った座り心地が全然違うのこれがまたそんな違うかもう薪がさ、車に積んだ時に汚くなって車がスモークピークさん、そこだけはなんとかしよう木くずね木くず、でもマジ、本当そういうこと言うと薪を運ぶためのこういうなんかボストンバッグみたいなの3万円とかで作りますあのさ、薪ラックがあるんだよスノーピーク、はい、1万円くらいのやつ、はい、でもそれのもっとこう持ち運べるやつな二宮金次郎みたいなスタイルで持ち運べるやつよし、どうこれ、いいんじゃね？いや、十分っす、十分っす、これでこれで、クーラーボックスですここだって閉めて食うって言うんですよねそう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 、食うときは寒かったら閉めて食うしねそういうことですよねそういうことですねよし、中ちゃん、あの酒とかあったらここ入れるよはい、持ってきましたはいちょっとね、今回はクーラーボックスちっちゃいんだけどいや、全然大丈夫です、あの氷あるんで大丈夫ですかはいはいよし、クーラーボックスゴミ箱ゴミ箱設置ゴミ箱設置よゴミちゃんと入れてくださいけど、ゴミあんま出しません、我々は我々ゴミあんまり出しませんはい、ここゴミ箱です。ここゴミ箱です。はい、ここゴミ箱。我々ゴミあんまり出しません。二酸化炭素出します。よし、ランタン。今日より早い。今日日の入りが4時。4時。4時半ぐらい。4時半ぐらいですか。あの後、お玉忘れてたんで、この間100均でお玉買ってきました100均でお玉買いましたお玉買いました今日お玉買いました今日は前回の反省生かしておおやった持ってきました素晴らしいじゃないですか持ってきたとか買ってきたとか買ってきたおありがとうございますで、なんか混ざるとやっぱ辛いかなと思ってお念のためまあコップあるおおいいね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 だって俺も毎回ベーカーを1個持ち込むんですけど今日はマカダミアナッツおかきいいの持ってくるね今日はマカダミアナッツおかきでよっしょじゃあ、はい、俺もあれ説法説法出たということは説法出たということは説法だもん
スノーピークどうも、久保田説法。これね、飲むための酒ですからね。いや、本当ですよ。ここで飲むための酒です。あとですね、100円ショップでみじん、みり、いやいや、あの調味料入れ、調味料入れですね、なんか今トラベルバッグみたいなのが売ってたんですよ。ここにこう、はいはいはい、紙だったらみんな中身見れるんじゃないのっていうのでですね、買ってみたんですけど、どうですかね。ギリギリだね。ギリギリだね。ギリギリだね、これ。横だな、これな、醤油とかさ。横にすればでも入る。横にすりゃいけるね。横にすりゃまあまあいけるか。まあなんかこういう、とりあえず、塩とかさ、醤油とか。これも100均、100均。100均、これ100均。これまあなんとなくこれ中見える方がいいからね。優秀だな、100均って。ダイソーです、ダイソー。ほら、なんかね、調味料入ってるよっていう、これ分かる、調味料入ってるの分かる。そのハンガーだったんだ。そうなんですよ。なるほどね。そうなんです。どうすか？なるほどね。なるほどね。はい、完成です。さあ、完成しました。回し始めてから2時間39分、まあ途中で、まあ、2時間っていう感じで見てください。2時間、ほぼ一人で、ね、はい、まあほぼ一人でね。で途中あの中身到着しましたけども、まあ2時間でこれだけできればいいじゃん。もう十分ね。ベッドメイキング、はい、中はねこんな感じです。ぐるーっとね、こういうのも、はい、あって広いでしょ。 IGT ロング広いっすよね。はい、ここほおずき、ほおずきです。ほおずきで、まあ外ね、今回小川張りしてないですけど、こんなような感じでタープ、はい、これコールマンのガスランタンで、ね、コールマンのチェア、ベンチにあのキャプテンスタックのクッションつけて、でこれがオクタ焚き火タープ、はい、完成しました。わあ、今日はね空いてるんで結構贅沢な張り方してますけど、ほらこんな感じです。全容、はあ、すごいね。どうですかこれ、ぐるっと回ってみます？ね、こんな感じで、ほい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 、はい、うん、一周回ってみましょうか。そっち座ってたらどういうリアクションするの。いや座ってりゃいいのに。座ってて、あ、お前そっちじゃねえって。やってくれよ。やってよ。もうでちょっと一周ちょっとね、ちょ、やっぱもう一周見たいでしょ、それだって。うん、やっぱもう一回見たい。さっきの巻き戻すの面倒でしょこれだって。うん、これね、もう一周するよこれね。はい、
もう一緒ですよね、この色がね、なかなかめんどくせえな、これこのくだりめんどくせえな、ね、こんな感じでほら一周するとこなんでしょ、こうなってね、はい、これ焚き火タープ奥田ということでね、ね、ということでこれ一周戻ってきましたけども、おい、それ俺の椅子だよ、しかもなんでこれ足上げてんだよお前、なんで足上げてんだよ、いえいえ、それも俺の椅子だけど贅沢オットマン、いや今ね贅沢、今全く動いてないけどもう一回考えたいやさすがだな、いやさすが、やっぱ 変化球してくれてるのはね、これなかなかできませんということで、2時間42分、完成でーす、やったー、あと日没まで、今だから本当にね、あの大体12時ぐらいから始めたんで、12ちょい前から始めたんで、あと日没まであと1時間あるんで、今日はね、今日は中ちゃんあったかいよ、今日は今んところ、ね、いやもうだって床からもさ、あの地面からも空気の層いっぱいあるし、確かにね、ほんでもうここでね、このあとだから一酸化炭素なら中毒なんないようにもうちょっと開けて、ほんでこう火もでも火炊かなくても別にそんなにって感じだよね、焚き火もあるし今んとこはね、夜は絶対寒い、うん、今んとこはね、だって今気温がさ、温度計あるんですね、温度計あるんだよ、そうだこれもセットしないとね、今だからテント内15度、うん、15度ありますもんね、はあ、開けといて15、開けといて15、本当に、なるほど、さあということで完成でございます、お疲れ様です、みのくりチャンネル